アットとコロンとマジタです。せーの、ドマトーって言うんだけど、イエーイだけど、マジタさんどこにいるんですか、あなた。ちょっと師匠はいはい、多分今伝わんないと思うんですけど、今一応僕の視点見せてもいいですか。僕とあっちゃんは仲良しで王のね、女の子持ちながらやってんだけど、はい、並んでるんですけど、ちょっと今僕なんですけど、はいはいはい、ちょっとまだ詳しく言えないんですけど、ちょっと今皆さんね、こんな感じの状態になって今ちょっと旅してるんですね皆さんね。なんでそうなったんよ。ちょっとね、今の俺のこの視点マジで見てほしい。なんだったら話の道中でさ、はい、俺なんか村見つけちゃったんすけどみたいに聞いたんだけど。はいはいはい、そう、村見つけ、帰ろうと思ったら道迷いすぎて村見つけました。おまんちゃん今日拠点決めようみたいな話だったのにさ、そこになっちゃうやん。ちょっと今もうすぐ向かうんで、でもちょっとちゃんと師匠たちの、プレゼントあるんで、ちょっとちょっと楽しみ、はい、じゃあ待ってますよ、はい、ちょっと待っててください。じゃあすぐ行きますね。ということでちょっとポロって僕も言っちゃったんですけれども、今日は何すんの、はいはい、あっちゃん。今日は拠点を作っちゃいます。イエーイ、よいしょ。拠点来ました。一番楽しみだったということで、前回ね、拠点をどこにしようかみたいなのを話をしながら回っていったんですけれども、気づきました、はい、僕たち景色違いますね。そう、てっぺん撮りたいって言って、ね、はいはい、今僕の画面には映ってるんだけど、でっかい山を拠点にしようみたいに言ったんだけど、はい、ここ白い雪が降ってるわけなんよね。そうですね。ってことはあっちゃんが気づいて、すいません、はい、拠点作るのそこいいと思うんすけど、雪だと畑作れないって言われて、重要な食料が集められないと。ということで、もうそれはさすがにきつくねっていう感じで、今整地させてもらって広くなったところの下で、山の下でやりたいなと思います。はい、はい、ちょっと水もあるし、なんだったら、うん、博物館も近いプラスアニマルズがなんかいる拠点の近くでもまあいいかなっていう交流ができる、うん、っていう上で、連絡がね、はい、早いとちょっとスムーズ。いや決してなんかね、そんなね、いたずらするとかはないっすよ。別にないっすよね、俺たちが。それはね、さすがにね、協力したいくらいの、そう、感じなんで、ということで、この近くに、拠点を建てていきたいなと思います。はい、じゃあ、はい、今回ちょっと分担しようかなっていう感じで、うんうん、僕意外と自分で言うのもなんなんですけど、建築するの好きなんですよ。おー、はいはいはい、なんで僕ちょっと建築ささっと作れるような軽い家を作って、ドマトワの家すごくないっていうぐらいの感じの家作っていきたいなと思います。いいっすね。お願いします。まあ、僕はちょっと、マジじゃ何すんの何すんの。僕はちょっとまあ、見てからのお楽しみって感じでいいですけど、ちょっと僕の視点めちゃくちゃ面白いことになってるんで、まあ、まあそれ見てもらいたいなっていう。今日の動画帰るだけじゃないよね、さすがに。そんなわけないじゃないっすか。もう師匠たちの家を見つけようっていうコーナーじゃないよな。一人初めてのお使い的な感じじゃないですか、これ。とりあえずなんかすごいものをじゃあ持ってきてもらって、はい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 、それちょっと楽しみにしててくださいね。あっちゃんとかはASMR しながらここがどうだって言いながら木を掘ってもらえると。ひたすら木を掘って、木を人だと思って、石とかも集めつつ、ちょこちょこ僕の経過を見ていただけると嬉しいです。たまに見に行きますね。じゃあよろしくお願いします。っていう感じで、もう結構ね、そう、木材は事前に揃えたんで、はい、そう、さっと建築できるのかなっていう感じがします。いいですね。じゃあもうちょっとやっちゃっていいですか。やっちゃいましょう。じゃあドマトワクラフト来たぞ。やったー。いいな、ドマトワクラフト。多分ね、師匠たちは気づいてると思うんですよ。あれ今日混ぜたら全然喋んねえなって。はいはいはい、ね、迷子ですね、本当にね、これ。あれガチ迷子や。ガチ迷子だった。俺ね、方向音痴なの忘れてましたね、完全にね、マイクラで。本当にちょっと怖いな。いや、本当にちょっと極力帰れるように頑張るんで、応援よろしくお願いします、ね、オッケーオッケー、まずちょっと帰ってきてっていう風にね。いや、でも最高の景色をちょっと見せたいなと思ってるんで。いいね。よし、じゃあ早速僕の方もやっていこう。第4回にしてもいないからね、多分。何回か4回かな。3回か4回のあれで。初めてなんじゃないですか。揃ってないことないからな。絶対挨拶で揃って。チームやるよ、普通。集合だよ、みたいな。そんな揃わんことある。まあまあ、それはね、さすがにね、まあまあ。まあ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 。土地にね、いい感じになりますから、皆さん。あっちゃんとかさ、建築とかもできるの？建築
まあデッキはするんすけど、サバイバル系のイメージあるんだよな。そうっすね、なんか何かしてたいっていうのはありますね、はいはいはい、倒すだの、うん、探索するだの。ああなるほどね。そうっすね、そんなイメージあるな、あっちゃんには。で、まだ私はもう何もわからない状態なんて。そう、俺は何もわかんない状況な。逆にねみたいな、何が起きるかわかんないから。逆にね、面白い面白い。待って、もう起きた。キサフチの家、あ、そろそろじゃないかな。ちょっと待って、ちょっと待って、今見ますね。来たよ、怖いよ。もしまた別の何か出したら。別の村人、村人やったらいけるかな。あー、来てる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 。いい感じいい感じいい感じ。お、怖っ。怖いよ。大丈夫大丈夫よ大丈夫よ。いいよ、でも。おいね。楽しみだよ。あ、できたらあとガラス持ってきてもらえたらめっちゃありがたい。はい、あの砂を作りたいから。オッケー、混ぜたの旅第2章。ちょっとね、混ぜたの旅いけるかな。ちょっと探してみますね。よろしくお願いします。いやー、でも砂の場所はちょっと把握したんで。あー、でもじゃあ、ね、これでかい。250、230。うわー、遠いところまで来たんだな俺。だいぶ遠いところ来たんやな。来ちゃったんだ。じゃあちょっとここで。お便り来てます。お便り。あ、本当ですか。ドマトアラジオ来た。お、来た。ドマラジ、こんばんは。ドマラジ来た。ドマラジ、ドマラジ来たんだ。アットくん、コロンくん、混ぜた、こんにちは。なんで俺だけ、俺だけなんで呼び捨てやねん。なんで俺だけ呼び捨てやねん、おい。あ、来た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 。リアルタイムで来てるのこれ。何も来てない。リアルタイムで来てるから、本当に。リアルタイムでどしどし来てる。ありがとうございます。来てる来てる、ね、お待ちしてます、コメントの方で。そうだろう。3人とも、はいはい、みんなゲーム好きだと思いますが、はいはい、一番印象に残ってるゲームとかやったことあるゲームありますか。おー、みんなエロだろ。やめろ。おい、さらっと言うな今。マジモンハンすかね俺。あー、でもロマンだな。おガチで言うとモンハンかも。モンハンやってるんだ。一番最初にハマったゲームが多分モンハンからゲームやり始めて。はいはいはい、はい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 。そうなんですよね。言ったことあんまないですけど、配信でも一回もやったことないし、あれなんですけど、ね、でフォートナイトっすかね、多分次が。あー、フォートナ、ね、実況もしてるからね、マジちゃんね。はいはいはい。でも二人ともめちゃくちゃ僕より圧倒的にゲーマーじゃないですか。まあ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 、やってるからな。うん、まあ好きではあるな。二人のめっちゃ気になるっすけどね。でも、あ、でもそれで言うとモンハンかもしれない。あ、嘘。その、うん、一番最初に友達とちゃんとやったゲームが、はいはいはい、モンハンで、その PSP みんなで持ち寄ってやるみたいな。出たー、俺もそうだったな。あの Mac でね、やったわ。マクドナルドね。友達とした、夏休みにお母さんがお菓子出してくれたり、その友達のみたいな。ある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 。ありがとうございますとか言いながら、ジンオウが勝ってましたね。そうなんだ。二人とも、あの、殺伐してるね、だいぶね。敵殺したいみたいな、そんなモンスターやりたいみたいな感じなんや。やコロン君はどうなのすか。確かにコロン君の気になる。それはだって一番印象に残ってるのはやっぱこのマイクロじゃないですか。嘘つけ。いや、悪すぎる。嘘つけ。っていうか誰か一人でも来るはずだったんだけどな、僕の中では。いやいやいや、印象に残ってるだからダメなんですよ、それはもう。あ、でもこれからね、俺たちが作っていくんで。ああ、なんか僕が悪いみたいな感じになってた。よし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 。ちいさん、優しい。僕のことお迎えしてもらっていいですか、一応。え、マジ来た。すごい。もう家の前に行ってくれれば、ね、家の前に行ってほしい。家の前に行ってほしい。いるって言って。あのね、想像の5倍ね、あのコロン君の手際がいい。嘘、本当や。バカ早いもん、拠点のスピードが。ちょっと師匠、はいはいはい、見て、ほらこっち見て、師匠帰ってきましたよ。おい、子連れ連れてるやん、めっちゃ。子供のベイビーたちめっちゃいるんだけど。あと来て、ほら。え、どこ、あ、いる。来た来た来た。なにそれ。ちょっと待って。ねえ。師匠、ね、すごいことになってる。なんかめちゃくちゃ増えてました、俺途中で帰ってる最中で。じゃあ、あちゃん柵とか作ったけど、すごいすごいすごい。作る作る作ります、作ります。鶏小屋じゃないけど軽い。みんなにこれを見せたくて。どうなっとるん。可愛いでしょ。おしおしおし。で、こうでと。あ、で閉めてほしい。あと。オッケー。いや、すごい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 。いい感じ。なんかお前だけ。あ、大変だ。殺せ。殺せ。僕はちょっと画面から見なかったことするよこれ。やめてよ。あ、よし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 。あ、やるか。え、めっちゃうまいっすね、師匠、家作るの。いや、まだ全然よ、何もしてない。すごい夢のマイホームやー。
から長い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 置いとく。あーっていうまでが長い。で師匠これ一応僕取ってきたんで、はい、あの多くの原木とりあえず100個ぐらい、120個ぐらい。おー嬉しい。それはすごい。で僕ガラス見つけたんで、さっきガラス持ってきます。お、いいね。いやいいね。俺畑作っちゃおうかな。あ、お、いいね。ちょっとこれでバケツで水源作りやす。師匠、あの、お便り来ました。お、なに。はい、ドマトマさんへ。お、ドマラジ来た。小学校3年生、はいはい、お小3で、こんな子見てくれてんだ。ありがとう。ありがとう。ちゃんと見てますとのことです。いつもか、まだ2回目しか見てない。ほんとに。嬉しいっすね。単純にね、普通にね、見てくれるの嬉しいね。なんか学校行く元気とかになってますって来てますね。嬉しい。でもトマトマのファンなのですが、がですが、ほう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 。お、マゼタくん、コロンくん、はい、アットくんの、はい、好きな何ですかって来ましたね。おい、おい、翔さんのこと、おい、翔さんじゃないだろ。え、おかしいだろ。翔さんの子から来てます。でもこれ純粋な。お母さん送っただろ、もう。もう、バレてるよ、お母さん。お母さん、もう送んねえよ。いやー。P なる、また。そうか、そうか。また編集大変だから、これ。師匠の編集どれだけ大変にするかっていう。8割 P だからあなたの大変だったことなんじゃないの、それもしかして。あ、そう、そうかも。大間違えちゃったのかもな。大変だった、うん、なんかあります。大変だったバイトって書いてあったのかな。あ、そういうことね。僕ね、1個しか僕やったことないよ。おー、 なんでしたっけ。バイトは居酒屋でバイトしてた。あ、そう、はいはいはい。俺マジで師匠が居酒屋でバイトしてるとこ想像できない。できないできない。あ、他に、やったことはバイト。僕めっちゃやってるんで。あ、そうなんだ。居酒屋もありますし、もちろん。はいはいはい。うん、アットがないんだっけ。ないんだよな、俺が。へえ。でもあっちゃんその時からもうね、結構配信活動やっちゃったから。そうそうそう。ちょうどやりたくてやってるね、職業みたいな感じになってるからな。なっちゃってるから。すごい。小学生3年生の君、君も配信者を目指そう。小学生3年生。なんでイケボでちょっとあの文法おかしいんだよ。あ、来た、またあーちゃん、あーちゃん、ドマトマラジオ来たんじゃない。お、来てない。お、来ドマトマラジオ来てますね。お、誰からだ。誰から、右足が3センチ長いおじいさんから。ありがとうございます。ネーミングセンス、ネーミングセンスどうなってんだって。私は坊主が好きなんですけど。おじさんが、おじさんが坊主好きな。皆さんの女性の髪の好きな長さはどれくらいなんでしょうか。あ、いいね、いい質問だね。おねえじじいみたいな。やめなさい。せっかく送ってくれたんだから、まあおねえじじいっていうのは本当に。僕はね、ショートが好き。おー、髪色は。髪色はまあ明るめでもいいし暗めでも全然いいんだけど。あ、でもまあそう、はい、ショートカットとかの方が好きかな、やっぱり。ボブぐらいとかってことですか。あ、ボブでも全然。そう、ロングよりかはそっちの方が個人的に。でも別にロングでもいいんだけどね。ほー、あ、だから最近渋谷行った時、うん、街行く女性が全員ショートカットだったのか。やば、そういうことか。僕のことが好きすぎたの。俺もちょっと最近ショート来てるんですよね。黒髪ショートが。お、黒髪ショート。ボブが熱くて。ボブが今あっちゃう中で激熱。マイブーム来てるんですよ、ね、いやでもボブは確かに常に熱いかもしんない俺。髪の毛の長さ的なとこで好みないですけど、うん、はいはいはい、ちょっとつかそのボブは確かに常に激アチかも、はい。そうなんだ。一瞬置いときますね。ロングもいいの。ありがとう、ありがとう。ロングも全然好きっすね。へー。僕中学生ぐらいの時付き合ってた子がなんかバスケ部の子で、大会前に急に角刈りみたいにしてきたんですよ。角刈り。それは気合い入ってる、だいぶ気合いだな。坊主はダメなの。じゃあ、じゃあ坊主は、うん、ダメだろ。女の子で坊主はダメだろ。あ、そっか。でもあっちゃんはね、坊主でも愛してくれるもんね。いや無理っすね。なんでだよ。なんでだよ。無理なのかよ。角刈りの方がまだいいってなりますね。角刈りの方がいいって、お前角刈りの彼女できた可能性な、何言ってんだ俺。何を想像してる。感情が多分すごい出たんだろうな。角刈りになんだよっていう。師匠はちなみに坊主はどうですか。お、全然全然もうアイスよ、やっぱり。おお。いやいやいや。
あもう渋谷が嘘つけ、渋谷が大変なことになる。いやいや、あったよ、うん、前坊主の女優さんでクソ綺麗な人いたんで、確かにそう思うとありかもしんないな。本当か。まあやっぱりね、中身、外見よりもね、中身の方が大事っていうのもありますからね、うん、やっぱり。どういう性格がいいんすか。あ、どういうせ、あ、来てる、そう、同じの来てるよ、ラジオ。あ、もしかしたら、来てる？あ、ごめんなさい、でもこれ、違う方、違う人だ、左足が3センチ長いババアからでした。ババアなんだ、必要なすんだね、ババアやりましたそう、同じ来てた？性格、どんな性格が好きか。あ、来てましたね。どうだろう、僕は、まあ、性格もそうだけど、一緒にいて、気を使わない人がいいな。だから無言でもいられる人。無言でもいられる人ね。あ、そうっすよね。無言でもいられる人ってどういうことしかも。あ、あんま繋げないでもらえますもう。全部 P になっちゃうんだから。全部 P なんですよね。無言でも いられる人がいいな、僕的には。いやでもいいっすよね。まったりも気を使わない。使わない。そう、うん。なんかもう単純な良し悪し抜いたら、はい、一切不安にならない人がいいっすね。なんかもう超愛情表現してくれるみたいな。ああ、はいはいはい。はいはい、そうっすね、なんかもう好きなら好きめっちゃ伝えるうざいくらいみたいな。あー、うん、なるほど ね逆にそういう系でもいいんだ、束縛的な。あー、もうありっすね。あ、束縛されるかは置いといて、はいはいはい、束縛したいっていう感情にちょっと高まるものが、はい、ないっすか、そういうの。いや、でもなんかすごい素晴らしいと思うよ。いい、すごくいい。評論家なんか評論家、ちょっと急に適当になりましたよ、一瞬。いやいや、そんなどういうと思うよ。素晴らしいと思うよ。ピー鳴らした方がいいっすか、ここら辺で。おい、なんなくていい、なんなくていい。あ、ま、これちなみに今見てて、はいはいはい、あとすごい、一応師匠のチャンネルだから気使って言ってないんだろうな、本当のタイプだと思って見てました。そうなの。そうですね、本当に今カットする、うん、してもいいですけど。あ、全然本当のアットの好きなタイプ俺が答えていいですか。あ、いいよ。 150% の答えですよ、毎回。やっそう、はい、従順なですそれを俺配信で言ってて、うん、それはね、僕のチャンネルだと P になるかもしれない。あ、一応その師匠のチャンネル用の答えでしたね、完全に。そう、えらい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 、ちゃんとえらい、制御してる、うん、あ、マジチは。あ、僕っすか、うん、あ、でもあれっすかね、僕がよくボランティア活動するんで、ボランティア活動一緒にしてくれる。大嘘つきいるな。でないだ、大嘘つきいるな。あ、でもどうっすかね、でも一緒にいて楽しいとかじゃダメっすかね。ダメっすか、あ、本当それ、まあまあまあ、無難がね、一番いいみたいな。まあでもそうだよね。なんか俺結構顔、本当に顔より性格タイプで、はいはいはい、なんか一緒にいて楽しい感じる子じゃないとちょっと、はいはい、無理っすね、付き合えないっすね。あ、そうなんだ、確実に。いいじゃん、いいじゃん。なんで、いいっすね、だからまあ一緒にいてツボ合うとかめっちゃ大事だ。あの凝ってる部分が、はいはいはい、あったりとか、腰とかね。あの、違うツボっすね。あ、違う、そういうことか。笑いのツボか。ボケもできるんだ、ツッコミだけじゃなくて。はい、あら、あ、褒めちぎんなくてええから急に刺した。いいよ誰で笑いのツボ。あと、美味しいものの味覚一緒がいいっすね。あー、はいはいはい。結構デートとか行って、うわ、これうまーってなってる時に、うん、いや、私微妙なんだけどみたいな。いや、やってないですから。まあ、言わないとしてど、嫌いなんだみたいになっちゃう。はいはいはい。美味しいと思うものが一緒でありたいみたいなのは、めっちゃ。いいね。いいの。かもしれないっすね。へー、なるほどね。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。